昨年10月に亡くなったイラストレーター和田誠さんがキネマ旬報社による第93回キネマ旬報ベスト10で特別賞を受賞。11日都内で行われた表彰式には妻で料理愛好家の平野レミが代理で出席した。壇上で和田さんの映画の素晴らしさや楽しさを広く伝え、多くの映画ファンを育てた功績を表彰。記念トロフィーを受け取った平野は、こういう場に立ったことがないので場違いで何をすればいいのかさっぱりわからない。うちの夫が天国から見てたらレミがこんな場所に立ってると驚いてるかもと笑いながら、もうちょっと長く生きていればこういう賞をもらえて最高だったと思うけど、天国で見てるのか聞いてるのかわかりませんけど、お父さん賞をいた抱きましたよと喜びを伝えた。和田さんの死去から約4ヶ月、非常にスピーチを続けていた平野だったが、最後には本当に優しい夫でした。あんなに優しい人と結婚しちゃったから後が辛い、悲しくて悲しくて悲しくて本当に辛いと本音をこぼし、もう泣いちゃうからスピーチやめますねと切り上げていた。第93回キネマ旬報ベスト10主な受賞一覧。日本映画ベスト10第1位、火口の2人。外国映画ベスト10第1位、浄化。文化映画ベスト10第1位、愛新聞記者ドキュメントマイナス。読者選出日本映画ベスト10第1位、反世界。読者選出外国映画ベスト10第1位、ジョーカー。日本映画監督賞、白石和也、人よ、なぎまち、麻雀放浪記202例により。主演女優賞、滝内久美、火口の二人により。主演男優賞、池松壮亮、宮本から君へにより。助演女優賞、池脇千鶴、反世界により。助演男優賞、成田凌、愛がなんだ、さよなら唇により。新人女優賞、関水渚、町田くんの世界により。新人男優賞、鈴鹿央士、津軽と遠雷、決算。中心蔵により特別賞、和田誠。